時どうでみんなで何年でも待つよと言ったらあなたは寂しく微笑みなくそんな心を力不足になるは忘れた方がいいというありがとう幸せだったわ一緒に歩けなくてごめんなさいあなたかい明日日差しの中で熱があるように僕は震えてた
三歳三歳三つ。まあ、おとつっていうのを言いましたけど、コーチの中でね、西城秀樹さんの、まあ、大事な歌、順番をつけるあれだっていうのがね、あって、その、一番目は、昨日、バースデー当日に、ね、私が舞台披露させていただいた炎で、その2番目が、あれですよね、おとつい配信させてもらったブルースカンブルー、ちょっと夕焼けドラマの感じがするブルースカンブルーで、これ順番がこうあれが出て、ちょっと今頭の中で、で、2番目に過ぎたのが、今日、3日目、バースデー、次の日に歌った、まあ、今歌ったラストシーンが、好きみたいです。まあ、あえて順番で言うのであれば、2番目に過ぎた。まあ、実際は、どの曲も好きだと思うんですけど、でも、まあ、その歌、ね、それぞれこういろんな思い出って、皆さんもあると思うんですけどね、でコーチの中での、なんかそういう順番でいけば、3番目がブルースカイブルー、2番目がラストシーン、1番目が炎だそうです。まあ、なんとかこの3日目は、歌ってこれてよかったかなと。あとは、6月ですよね、6月に待って、今日、コーチのこの YouTube の歌の世界でのデビュー10周年、これはね、なんとか私もそこまで、舞台活動をしていて、一緒にお祝いしたいな、何か、私のね、こういう歌でよかったら届けたいなと思ってます。6月もうすぐじゃんと、ね、思う方もいてるかもしれないですけど、わからないでしょ、明日何が起こるか、ね、その数ヶ月後先もこうしてこの場所でね、私がこうやって歌えてるかどうかなんかわからない、でも気持ちとしてはね、そこまで頑張ってちゃんと歌い届けたいと思います。ですから、このね、勝手にコーチ祭りは私はそのまま続けます。今回1、2、3だったでしょ、だから6月に、まあ、最低でもこの4番目に来るんです。まあ何か簡単に届けたいと思います。ということで、2022年のコーチンと、こうやってお誕生日に3日間かけてお祝いできたことを光栄に思っております。ということで、うまいこと上手にいくかどうかわからないんですけれども、まあ BFG とホテルの笑いながら一つでございます。関東一本締めで締めたいと思います。ね、うまいこと言うからな。うまいこと言ったら試しがないですよ。それでは、コーチンと、またここから、まあ、実際は昨日も来るんですけど、ね、一年で良き年でありますよ。締めくくりで参りましょう。よー、音もいい音だ。でもこう、ここで止めて。
んぽいですね。おめでとう。もう帰りはあっさり食べるわ。じゃあ、またね。皆さんもまた。はい、お疲れ様でした。